ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、よー、一人よくいれば百歩結集す。一人の優れた人物が現れると、それに刺激されて多くのものが奮起するということ。百歩とは大勢の男という意味があります。また、ケツとは指につけてツルを引きかける湯がけのこと。シュートは肘につけてツルが袖に当たるのを防ぐ湯ごてのこと。いずれも弓を射るときに使う道具のことです。一人の者が巧みに矢を射ると、それを見た他の多くの人々も奮起して弓矢を引く気持ちになるものだと言っています。現代でも野球やサッカー、バスケのようなチームスポーツで同じことが起きているよね。一人のビッグプレイヤーが戦列に加わるだけで、チームも活気づいて一気に大逆転。それは、そのプレイヤー個人のスキルもすごいんだけど、チーム全体のスキルも一緒にアップさせちゃう。まさしくスーパープレイヤー。アリサも憧れちゃうわ。同じような英語のことわざはこんなのがあるよ。Put a coward on his mettle, and he'll fight the devil. 今日のチェックポイント。Coward. 臆病者。Put on one's mettle. 丸々を奮起させる。And. 命令文に and を続けると、そうすればという意味になります。自分にとって刺激になる人がいるって素晴らしいことだわ。それは、良き先輩であれ、友人であれ、ライバルであれ、自分をさらに一段引き上げてくれるありがたい存在。そして、ゆくゆくは自分もそんな存在になれるように日々精進しましょうね。ということで、今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!